中村博士は大正から昭和にかけて活動した日本の建築家、都市計画家、改良住宅、住宅地区改良事業、また同巡会が担当した建物や住宅地設計に多くの功績を残す。広島県呉市に生まれる。1917年東京帝国大学校科大学建築学科を卒業する。卒業後、文部省を経て内務省に、 都市計画地方委員会議事採用で入省した。その後、内務省都市計画課に勤務する。後に、主任議事として、住宅問題を多く扱い、不良住宅地区改良とこれに伴う、小住宅監督制度を提唱の傍ら、英国の住居法を研究した。1920年、都市計画及び住宅問題調査のため欧米視察に派遣される。帰国後、 内務省復興局技師となる。1924年、内務省社会局技師に転任する。1923年を発表した。同巡会では、王宮のバラック建設を担い、その後東京市深川区、猿浦町などの不良住宅地区などの改良に向かう。この実績をもとに1927年年、不良住宅地区改良法が成立した。また、 近隣向き分譲住宅325個の設計や分譲住宅地設計に関与していく。さらに労働者災害や東北地方の農村住宅の調査改善にも携わり、数冊の報告書を発表した。戦雲の濃くなった1939年には厚生将軍事保護員議士となり、1941年には計画局公営課長として、 小医軍人の療養所建設に当たったほか、住宅制度調査委員会常任委員を務める。太平洋戦争後も、天め群島住宅改善調査など、全国の村落の住宅調査改善を手掛けた。ありがとうございます。